皆さん、こんにちは。AWS サミットへようこそ。私、AWS ジャパンソリューションアーキテクトの辻と申します。それでは早速、本日のセッションに入っていきたいと思います。私のセッションでは、ビジネス課題を解決するための AWS AI サービスの始め方と題して、ビジネス課題に対する機械学習の導入方法や、それに適した AWS サービスの選び方を具体例を通してご紹介いたします。 セッションに入る前に簡単な自己紹介をさせてください私辻樹と申します普段は西日本のお客様を中心にソリューションアーキテクトとしてお客様をご支援させていただいています好きな AWS サービスは本セッションでも登場する Amazon Forecast というサービスですこのサービスについてはまた後で詳しくご紹介させていただきます本セッションでは ビジネス課題を抱えており AWS の AI ・ ML サービスを導入することで解決できないかとお考えの IT 部門の意思決定者や開発者の方また機械学習の経験はないけれども AWS サービスを利用したことはある開発者の方を対象にしています。本セッションのゴールはビジネス課題に対して AWS の AI サービスを導入するまでの一連の流れを理解する。 また需要予測レコメンデーションに対応する AI サービスの概要実装方法について理解するこれを本セッションのゴールとしていますアジェンダはこの通りとなっていますではまず AWS の AI サービス概要についてお話ししていきます近年機関学習の適用範囲は拡大し続けています IDC とガートナーの調査によると、2024年までには AI に関する支出は1100億ドルに到達し、75%の企業が検討から運用のフェーズへ移行するとされています。また、デロイトによると、3年以内に57%の組織が AI による変革を実現させると発表しています。では、機械学習を導入するメリットにはどういったものがあるのでしょうか。 例えば機械学習で需要予測を行うことによるビジネスの効率化最適化やより素早い意思決定を下すことまた機械学習を用いた既存製品への新機能の追加や新製品の発明などが挙げられます機械学習を導入するためにはこれからご紹介するライフサイクルのステップをたどる必要がありますまずは ビジネスゴールの特定これを行った後ビジネス上の課題を機械学習の問題に置き換える必要があります次にデータの収集前処理特徴量エンジニアリングといったデータ処理のステップです特にこのデータ処理のステップについてですが機械学習を導入する際データを統一し 迅速な意思決定に使用できる単一のデータソースを作成する必要がありますまた機械学習がより広く利用されるためには機械学習に必要なデータを格納するデータレイクや専用のデータストアを用意し機械学習を実施する際にすぐにデータを使用できるようにしておく必要があります本セッションでは詳細には触れませんが AWS のデータベースや分析サービスには データに対して機械学習を利用してインサイトを得る仕組みこれをご用意しています例えば Amazon Redshift ML は使い慣れた SQL コマンドを用いて機械学習モデルを作成学習デプロイすることが可能ですすでにこれらのサービスをシステムに導入しており機械学習の導入も検討されている方はぜひご参考にしてください そして次に学習チューニングといったモデルの構築モデルのデプロイモデルの監視といったフローになります。このように機械学習をを導入すするるにはご紹介したたステップをたどる必要があります世界中のあらゆる企業が自社のアプリケーションやプロセスに AI を追加したいと考えているのですが自社で機械学習を開発するスキルや時間があるとは限りません。 AWS で機械学習を導入する場合このような選択肢があります AWS の専門チームと一緒に機械学習を行う方法、AWS のパートナー企業様と機械学習を行う方法、そして最後に AWS が提供している AI ・ ML サービスを用いて機械学習を実装する方法がございます。本セッションでは AWS が提供している AI ・ ML サービスを用いて機械学習を実装する方法についてフォーカスしていきます。政治メーカーに関しては「クイックスタート機械学習 Amazon 政治メーカー編」というタイトルの別セッションで扱いますのでそちらをぜひご覧いただければなと思います。では AWS の AI サービスの概要についてご説明いたします。AWS の AI のサービスは ビジネスアプリケーションやワークフローに簡単にインテリジェンスを追加できる最も幅広く最も完全な AI サービスのセットとなっていますつまり先ほどお話しした自社に機械学習モデルの構築をするスキルや時間がなくても導入することが可能ですこのようにパーソナライズされたレコメンデーションコンタクトセンターのインテリジェンスドキュメント処理インテリジェント検索 ビジネスメトリックス分析など一般的なユースケースに対応していますこれらは事前学習済みのため学習モデルをお客様の手で生成するという必要がないことからすぐに導入することが可能ですここまで AWS の AI サービス概要についてお話ししてきました次にこの AI サービスの導入手順についてお話ししていきたいと思います 機械学習を導入する際の手順として、ニーズに合ったユースケースを見極める、AWS の AI サービスやリファレンスアーキテクチャを調査する、ソリューションを開発する、この3つの手順を追う必要があります。本セッションでは、この手順に沿って、既存のアプリケーションにどのように機械学習を導入するのか、これについて考えていきたいと思います。では、まずは、 ユースケースを見極める方法から見ていきましょうこの部分は特に重要ですなぜなら機械学習を導入してビジネスが成功するかどうかこれは適切なユースケースを慎重に選択することにかかっているからですユースケースはさまざまなものが考えられますこのようなユースケースに対して適切な AI ML サービスを選択する これが重要になります。ユースケースを特定する方法としては以下が挙げられますビジネス価値のある問題を解いているかデータは入手しやすいか機械学習が適用しやすい問題設定かこれら3つを評価軸に機械学習を行うプロジェクトの選定を行うことを推奨します。本セッションでで、は、この評価軸で 優先度を算出ししたた結果レコメンンデーショとと需要予測が上位に来たと仮定しますここからはこの2つのユースケースに着目し機械学習の導入手順の残りのこの2つのステップについて話を進めていきますそれではまずレコメンデーションのユースケースの場合を調べてみましょうまずはレコメンデーションに適した AWS の AI AWS サービスを探ししてみましょう、AWS、のマシンラーニングのトップページにこのように代表的なユースケースが列挙されておりそれぞれのユースケースに対して実現方法の詳細が書かれたページに行くことができますここでパーソナライズのページを見てみるとこのようにユースケースに対応する AI サービスの説明が書かれているページがありますまた後で詳しくご説明いたしますが ユースケースに対応するソリューションを簡単に構築できるリファレンスアーキテクチャについても記載がありますこれらの情報を利用して AI サービスリファレンスアーキテクチャの理解を深めることが重要です AI サービスリファレンスアーキテクチャへはこれらのリンクから参照できますまたこれらのほか実装に役立つコードが格納されている GitHub リポジトリもあります 本セッションではパーソナライゼーションの話に戻ります一般的にこのようなパーソナライゼーションのユースケースが挙げられるかと思います Amazon パーソナライズを利用することでこのようなユースケースに対応することが可能ですそれではパーソナライズされたレコメンデーション これに用いることができる AmazonPersonalize について詳しく見ていきましょう AmazonPersonalize とは品質の高いレコメンデーションを提供し顧客の行動の変化にリアルタイムに対応また数クリックでレコメンデーションモデルを学習できさまざまな商品コンテンツに対してレコメンドを作成できます Amazon Personalize には3つのデータを取り込むことができます。1つ目はインタラクションデータです。ユーザーとアイテムとの関係を表すデータで、例えばページの参照や購買数などを記載します。2つ目はアイテムデータ。アイテム、つまり商品や動画コンテンツのメタデータです。最後がユーザーデータです。ユーザーに関する情報を記載します。 インタラクションデータのみでも学習は可能ですけれどもアイテムデータユーザーデータを用いることを推奨していますこの Amazon Personalize に取り込むデータ群をデータセットグループと呼びます実際に Amazon Personalize でレコメンデーションを取得できるようにするにはまずドメインを選択しますドメインについては次のスライドでご説明いたします 次にこのの一つ前のスライイドでお話ししたデーータをインポート次にパーソナライズからレコメンデーションを取得するために必要なレコメンダーの作成を行いますそして最後にレコメンデーションの取得を行うという順で利用できます先ほどお話ししたドメインについてですがアマゾンパーソナライズではレコメンデーションのユースケースに応じて e コマースビデオオンデマンド カスタムといいうドメインを用意していますこちらのスライドで表示しているドメイン以外のユースケースの場合はカスタムドメインを選択すすることでで対応可能です特に e コマースやビデオオンデマンドのドメインについてはよく使われるレコメンデーションを簡単に設定できる仕組みを用意しています。ここからは実際にビデオオンデマンドのこの2つのユースケースについて 実際にどのようにコンソール上で設定するのかまたどのように結果を取得できるのかこれについてのデモを行いたいと思いますデモで使用するデータはこのようなデータです映画のレコメンデーションを行いますまずは AWS のコンソール画面を開き右上の Get Started ボタンを動かしますするとデータセットグループを作成する画面が開かれます まずはデータセットグループの名前を入力します今回は映画のレコメンデーションを行いたいのでドメインにはビデオオンデマンドを選択しました次にインタラクションデータの設定を行います同じように名前を入力してからインポートするデータの列に合わせてスキーマの定義を行いますこのようにスキーマ名を入力してから下の画面でスキーマの定義を JSON 形式で記述します そして最後にクリエ a トボタンを謳歌することでインタラクションデータの設定が完了します次にインタラクションデータをインポートする設定を行いますデータは S3 を介してインポートしますあらかじめデータを S3 に格納しておく必要がありますまずデータのインポートのジョブ名を記載してから S3 のデータが格納されているパスを記載 そしてここここででににアクセスすすするるために必要な、IAM、ロールを作成することができますこの画面上で i a m ロールを作成し完了ボタンを押すとデータのインポートを開始することが可能になりますこちら「インポート」の「フィニッシュ」のボタンをおう歌するとデータセットグループのダッシュボードを表示できます。 インンタラクションデータがインポート中になっていることが分かるかと思います。ここから同様にアイテムデータユーザーデータのインポートも行いますすべてのデータセットのインポートが終わればいよいよレコメンダーの作成に移ります。クリエイターレコメンダーをを謳歌しユースケースにあった作成したいレコメンダーを選択しますそれぞれ選択した後、名前を入力してレコメンダーの名称を決定します。 今回はこの二つのレコメンダーを作成します。そして名前を入力した後、作成ボタンを動かし、作成が始まっていることがわかります。レコメンダーの作成が終わると、レコメンデーションの取得が可能になります。今回はあなたへのおすすめのレコメンデーションを取得してみます。ユーザー ID を入力し、レコメンデーションの取得を動かすると、 入力したユーザー ID におすすめのアイテム ID、つまり動画の一覧が返却されていることがわかります。こちらまた違ったユーザー ID を入力してみると、はいこの通りレコメンデーションが取得されていることがわかります。このように Amazon Personalize の一連の流れについて、デモを通してご理解いただけたかと思います。では次は、実際に既存のシステムに Amazon a l i z パーソナライズはどののよううにすればいいのでしょうか Amazon は先ほど画面でお見せした動作に対応した API を用意しており AWS サービスを組み合わせることで先ほどのオペレーションを自動化することが可能です S3 にデータを格納することをトリガーに AWS ステップファンクションズを用いて自動化することが可能ですこのため既存のシステムから S3 に 学習に必要なデータを吐き出すことで既存のシステムに導入すすることとが可能となりますでは次にリファレンスアーキテクチャを見てみましょうアーキテクチャ図を見るとリファレンスアーキテクチャの中でも Amazon p e r s パーソナライズに対する操作が自動化されていますリファレンスアーキテクチャはクラウドフォーメーションのテンプレートでも提供されているので簡単に皆様の環境でデプロイすることが可能ですなので 簡単にパーソナライズの仕組みを既存の環境に取り入れることができます。ここまで AI サービスの概要とリファレンスアーキテクチャについて見てきました。では最後にソリューションを発展させることについて考えていきましょう。先ほどのデモでお見せしたように、レコメンデーションが可能なことはご理解いただけたかと思いますが、ユーザーの行動をリアルタイムに反映させたいという要件があった場合、どのようにすればよいでしょうか。 リアルタイムイベントのデータを取り込みたいという要件が出てきた場合を考えてみましょう。EC サイトの例にとるとトップページにおすすめの商品を表示しユーザーが何か商品を購入した後トップページのおすすめの商品の表示が変わる。最近クリックした情報をリアルタイムに取り込むことができればウェブサイトの次の画面で最新のレコメンデーションを提示できます。 しかしこのの取り込みをゼロかから実装すす。るはは一般的には難ししし、いですしかしパーソナライズでは簡単に実現することができますこの要件を実現するにはイベントトラッカーを用いますイベントトラッカーをコンソール画面または API で作成します次にイベントトラッカーを作成した際に発行されるトラッキング ID を用いて イベントデータを記録していきますこの動作を行うことで自動的に AmazonPersonalize がユーザーの最新のアクティビティから学習しユーザーがアプリケーションを使用するごとにレコメンデーションを更新できるようになりますこのように AI サービスには基本の機能以外にもたくさんの機能を有しているのでユースケースに合わせてソリューションを発展させることも重要となりますでは一旦 Amazon Personalize Amazon についてままとめましょう p e r s パーソナライズは高品質なレコメンデーションを提供できる AI サービスです数クリックでモデル学習が可能 API を用いて一連の操作を自動化できますまた S3 にデータを格納することで他のサービスと連携し既存のシステムに組み込むことができますソリューションの開発としてリアルタイムなイベントデータを用いたレコメンデーションの 自動更新も可能です以上レコメンデーションのユースケース例でしたそれでは次に需要予測のユースケースを扱ってみましょうレコメンデーションの場合と同様に AWS のマシンラーニングのページからユースケースを選択しますそしてそこから対応する AI サービスリファレンスアーキテクチャを選択します 今回は需要予測が目的であるので Amazon フォーキャストが適しているということが分かります。では Amazon フォーキャストの概要について詳しく見ていきましょう。Amazon フォーキャストの特徴はフルマネージドで高精度、簡単に利用できデータに合わせたモデル構築が可能このような特徴を持っています。 アマゾンフォーキャストは3つのデータを取り込んでモデルを学習することができます。まず1つ目がターゲット時系列データです。予測したい対象となるデータを入れ込んだ時系列データ、これを指します。このターゲット時系列データだけでもモデルの作成は可能ですけれども、精度を高めるために他2つのデータも学習させることができます。その1つ目が関連データです。予測の対象ではないですが、 予測を行う上で関連している時系列データを指しますそして二つ目項目メタデータです予測したい項目に関するメタデータを指していますこれらのデータを用いて独自のモデルを自動で学習することが可能です Amazon Forecast の開始方法はデータをインポートプレディクターと呼ばれる時系列予測を行う機械学習モデルの作成 構築したモデルでの作成となりますでは実際にどのように Amazon Forecast を用いて予測を行うのかデモを行いたいと思いますデモで使用するのはこれらのデータです楽器販売の需要予測を行いたいと思います時系列の間隔は1ヶ月となっていますまずはデータセットグループを作成してみましょうデータセットグループ をクリエイトするボタンを押してデータセットグループの名前を入力しますフォーキャストにもドメインを選択する箇所がありますが今回はカスタムを選択します次にターゲット時系列データの設定を行います今回扱う時系列は1ヶ月間隔ですので1ヶ月1マンスを選択しますまた今回インポートするデータはデフォルトの スキーマは GUI での変更また JSON での変更が可能ですそして次にデータのインポートの設定に移りますインポートジョブ名を記入した後インポートするデータが格納されている S3 のパスを記入しますこれでインポートの開始スタートを謳歌することでインポートが開始されます するとデータセットグループが作成されダッシュボードを確認するとターゲット時系列データがインポート中であることがこのような画面からわかりますこの操作と同様に残り2つのデータ項目メタデータと関連データもインポートを実施します今回はこの手順は省略しますすべてのデータがインポートできたら次はプレディクターの学習に移ります プレディクター名をこのように記載した後予測の間隔と予測をしたい期間これを入力します今回1マンスを選択し予測したい期間は12と入力します今回その他の設定は全てデフォルトで設定します予測の分位数も自由に設定可能です分位数の説明は予測結果の取得時に説明いたします プレディクターの学習が終わったら予測を生成しましょうフォーキャスト・ジェネレーションの部分のスタートボタンを動かし予測名を入力しますそしてどのプレディクターを用いて予測を生成するのかを選択しますこれでスタートボタンを押すと予測の作成が始まりますでは結果を見ていきましょうまず結果を確認したい予測 を選択して可視化したいグラフの期間を選択しますこのように生成された予測の前の期間から選択することが可能です次に予測結果を見たいアイテムを特定する文字列を入力しますそして予測の取得ボタンを多化することでこのように可視化した結果を取得することができます結果の見方について説明いたします こちら左側の部分は選択した項目の予測前の時系列データを表していますそして右側の部分が予測結果になります各分位数ごとの結果が描画されています分位数の結果の見方について簡単にご説明します P90 の結果を例にとると P90 で描画されているラインよりも下の数値が 90%の確率で実際に取られる値であるということを示しています例えば同様に P50 であれば P50 のラインよりも下の数値が50%の確率で実際に取られる値であるということを示していますこのように Amazon Forecast の一連の流れについてデモを通してご理解いただけたかと思いますでは実際に既存のシステムに組み込む際はどのようにすればいいでしょうか アマゾンフォーキャストもパーソナライズと同様にステップファンクションズを用いてオペレーションを自動化することが可能ですリファレンスアーキテクチャを見てみましょうアーキテクチャ図を見るとこちらもアマゾンフォーキャストの一連の予測オペレーションを自動化できていますまた予測結果を S3 にエクスポートしアマゾンクイックサイトで可視化もできます右側に出している図が Amazon クイックサイトで可視化した図になりますこれらもクラウドフォーメーションでテンプレート化されているので簡単に既存環境に展開することが可能です Amazon フォーキャストを用いたお客様事例もご紹介いたします島村学期様は Amazon フォーキャストを用いて内製により需要予測自動発注システムを構築されましたこのシステムにより欠品率の改善 作業効率の向上を実現できましたコロナ禍の不安定な状況にもかかわらず欠品率が4か月で0.7ポイント改善また人手による発注作業を50%削減できましたこのように他のお客様の事例も AWS で公開しているページがありますのでアーキテクチャ構築の参考にしていただければと思いますでは次に予測データを更新して再学習させたい という要件が出てきた場合どのように実装すればいいのかを考えてみましょう Amazon Forecast ではプレディクターの再学習を行うことができますこの再学習は新規にプレディクターを作成するときと比べ最大50%の時間を削減できます再学習の方法は以下ですまずはデータセットの更新です既存データに追加で学習させたいデータを含めたデータセットを作成 インポートしますそして次にプレディクターの再学習を行いますこの再学習はコンソールからも API からも実行することができますでは最後に Amazon フォーキャストのまとめです Amazon フォーキャストは高精度の予測を提供できる AI サービスです独自のモデルを自動で学習でき API を用いて一連の操作を自動化でき 既存システムにも組み込み込可能ですソリューションの開発方法として追加データを含めたデータを用意しプレディクターの再学習を行うことも可能です。ここまで需要予測のユースケースについてお話ししてきました。では最後に本セッションのまとめに入ります。AWS の AI サービスは機械学習の専門知識なく既存のソリューションに導入することができます。また 機械学習の迅速なビジネス活用にはユースケースの特定 AI サービスリファレンスアーキテクチャの調査ソリューションの発展が重要です最後に本日ご紹介したサービスやリファレンスアーキテクチャの資料が掲載されているリンクを再度ご紹介しておきますこれらのリンクを皆様のユースケースに合わせた AI サービスリファレンスアーキテクチャの調査にご活用ください 以上で本セッションの発表を終わりたいと思います皆様ご静聴ありがとうございましたご視聴いただき誠にありがとうございますセッションはお楽しみいただけましたでしょうか5月25日26日の開催期間中皆様からのご相談をチャットにて受け付けております AWS セッションの視聴画面からはスピーカーに直接質問いただくことが可能です。また、さまざまな技術質問が可能なアスクアンエキスパートのコーナーもご用意しています。AWS 導入の最初のステップや見積もりについて知りたい方は、クラウド導入相談コーナーのチャットより相談希望と記載ください。皆様からのさまざまな質問をお待ちしています。